ロッチ中岡さんになれるんでしょうか。もう何も嫌やもう。どうも、ガリベンよ、ガリベンズヤロです、今回はですね、僕が持っているカツラをアレンジして他の人になってみようという動画を撮ってみたいと思います。使うカツラがこちらです。長いやつですね。ちなみに今かぶるとこんな感じですね。はい、これが誰なのかっていうのは、ね、皆さんの想像力次第、なんとなく遠目から画面から10メートル離れてみたら山下達郎さんにね、見えるかなって。Lines on time、ここ。これでね、ロッチの中岡さんのカツラ作れそうだなって思ったので、すごいね、これね。こんな感じ、わ、すごい。わー、すごい。ね、こんな感じになりますのでね、このカツラで、ロッチ中岡さんになれるんでしょうか。それでは、アレンジ、スタート。毛の長さが、このぐらい？このぐらいかな。さあ、ここからね、私クリムシュ上田がナレーションを担当したいと思います。さあね、だいたいあのぐらいの長さに、切りたいんだそうですね。こちらのハサミで切っていくみたいですね。お、はい、そんななんの。なんとなくこのカツラもうこの時点でちょっと中岡さんっぽい感じがする。おお、なるほど、見えるね。うん、西野かなと二児の母ぐらい見えるよ。うん。さあ、そして目印をつけたところから、切っていきますけどもね。これはなかなか切れないんでございますね。なかなか切れない。うん。切れが悪いな。うん。おじいちゃんのおしっこか。というわけでね、こちらのね、工作などで使うハサミ使いました。いや、これは万能ですよ。うん。アロエを超えたね。うん。でもなかなか切れないからさ、カッターも使うんだけど、まあ結局これよ。うん、ケツ出しちゃしまいよ。さあ、というわけでだんだん切ってますけども、なんだろうね、あのお相撲さんが引退するときに曲げを切るあの儀式みたいだね。出来上がったのがこちらになります。あ、だいたい同じような長さになってるかな。ちょっと長いとこあるけど、それは後でやってみましょう。忍法メガネ残しってやる、あの飯尾さんのメガネで多分いけると。ちょっとまだ長いのか。こんな形になっちゃったな。やばい、失敗しちゃった。伸ばしてみよう。あ、でも、あ、こうやって伸びるわ。あ、伸びる伸びる。で、こっからはこのかぶった状態のままやりますかね。ラーメンズの片桐さんみたいな。なんか思ってたのと違う。前髪をちょっと切ればいいのか。これ前髪ないもんね今。お、いや、のれんくぐってきたんじゃないんだからさ。あ、今からお寿司屋さんで、お、どうだい大将空いてるっていうね顔してたけども。さあ、そして、自分で切っておりますね。自分でね、かぶったまま切ると非常に切りやすいんじゃないでしょうか。あ、めちゃめちゃ抜けてるで。あ、抜け作先生はびっくりだわ。女は海。というわけで、この日は作業2日目。うん、あの、なかなか切れないからね、あの、右手が腱鞘炎みたいになりました。さあ、というわけでね、この日も被ったまんま、切っていきたいと思います。いや、今日はね、ゲストでいろんな人が来てくださってるんでね、ちょっと話聞きながらね、この髪を切っているところ、見ていただこうかなと思います。小籔さんいかがですか？こういったね、自分で髪を切るような経験とかございますか？いや、超待って。いや、こんなん。カツラ被ることやってなかなかないし、これ自分でコントで使うやつ、これ小山さんすみません、これ自分で切ってくださいよ、これはもうブチ切れますよ、これほんま。まあただこうやって自分でやるっていうこのエコの精神必要やと思います。以上、ありがとうございました。ごめんなさい、あのエコの精神は彼には全く、ないと思いますけれどもね。
というわけで、お、だいぶなんかちょっとこう長さがね整ってきたような感じがしますね。うん、いいんじゃないでしょうか。さあ、他にもね素敵なゲストの方来てくださっております。サンドイッチマンの富澤さんです。ね、富澤さんはいかがですか。こうやって自分で髪切ったりだとかするようなことございますか。ちょっと何言ってるか分からない。いやいや分かるでしょう、ね、ちゃんと言ってるんですから。こう髪を自分で切るようなこととかございますか。ちょっと何言ってるか分からない。いや分かるでしょうね。さあここまでね、かなり髪を切ってまいりましたけれども、少しね、髪を後ろに束ねて最終的にはこのような形になりました。ご覧ください。